ね、うん、テレビ。誰も知らないと。人気出そうだよね、その白熊。ものすごいあれ。何動物園？あれね、浜名湖。浜名湖動物園の白熊。浜名湖動物園って聞いたことないね。すごいんだから。もうそこに集まってきたんだ、人が。パフォーマーだ。本当にもう客、人間を、に見せるための。ちょっと、おどけんだね。ピエロだね。ピエロ、ピエロ。それをずーっと。やってんの、うん、そうよ。ま、上に陸登ったらまた、面白く飛び込んだりとかして。うん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 、で、なんかまた、そういうボール当てたりとか。へぇー。常に何かをしようとしてんの。なんか、もの、近くにあるなんかものとかで。すごいサービス精神旺盛なんだね。いや、すごいよ、あれは。見たことない。白熊であれは。違う、動物園であんまり動物ってそんなにサービス精神ないじゃん。まあね。それがあれは、うん、あれはもう、取材に行ってもいいレベルよ。だからもうほんと。あの、有名になるぐらいの。へぇー。おぎが見つけたやつだね。じゃあそう。それがバカでかいんだ、またそれが。その白熊が。白熊がもう大人なんだろうな。うんうんうん。だから、それは、でかいからまた面白いの。その機敏な動きが。でも子供なんじゃない？そんなことやってるってこと。大きいけど。まあ大きいけど子供かもしんないね。うんうん、そんな。それをすげえ見せたいんだよな、うん。あれは大爆笑ですよ。ほんとみんな笑ってんの？そうよ。最初、俺ぐらいしかなかったんだ。俺と子供しか。うん。だから俺の前でやってくれたの、それを。ああ、もう、客が小木しかいないから、小木に見せてくれた。見せてくれた。で、マールがもう、キャッ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 すげえ笑ったの。うん。で、周りの子供たちと家族来たら、みんな、え、なになにこれ、これ、なにみたいな感じで。うん。どん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 集まってきちゃって。へぇー。もう、2列、3列ぐらいになってくるんですよ。ほんと？いや、だってすごいんだから、ずーっとやってるそのこと。あれが、テレビでやってないのが。名物白熊だね、それは。そうよ、あれ、ネットで、なんか出てんのかな。あれはすごかった。へぇー。そんなもう、同じ静岡の水族館はベロだったわけなのに、そっちはもう、人がいないのにそれやる。その、飼育係。へぇー、行きたい。行きたいでしょ、それすごいよ。うん、テレビでも見たことないんだ。よくそのとこ行ったでしかもね。うん、まあまあいろんなとこね。まあ行くとこねえからいっぱい行くんだよ。いろんなとこ行くんですよ。へぇー。ドライブがてらに。なるほど、うん。いいね、ちょっと行ってみたいわ。皆さんも言ってください、これは、うんうん、告知、さっきのね、来週の告知に対してのメールね、うん、はい、ラジオネーム首位打者伊藤、イニシャル K ってもしかしてあの大人気ラッパーのクレバですか？だとしたらすごいですよ。ああ、まあ、なるほどね、隠すっていうのはそれなりのものだからね。ラジオネームパート B、 ゲストの K って和子さんですか？K の和子ね。確かに、ね、K さん結構出るからね、うちのラジオね。でも初登場。そうだ、全員初登場なんだよね。全員初登場だから、そうだ、和子さんじゃないんだよ。そうなんですよ。あと、金さんでもないってことね。そうだね、初登場ですから。うん、難しいね、これ、うんうん。さあ、不満。来ました。あ、不満ね。はい。ラジオネーム、ルサンチマン。うん。小木さん、八木さん、こんばんは、うん。僕が不満に思っていることは、ドアをやたら強く閉めるやつです。驚いてみると、逆ギレしてるかのように睨み返してきます。目立ちたがり屋でもないとすれば、あれは何を訴えた行動なのでしょうか。理解できません。うん。確かにドア強く閉めるやつって嫌だよな。まあまあ、最初はね、加減がわかんないから、なっちゃうけど。うん、いや、時々あるけどね。うん、あるよね。バンジャーって、わーって、自分が驚いちゃうやつね。うん、あるある。あれなんだろうね、あれのね。車のドアもバーンと思いっきり閉めるやつじゃん。あれは嫌だよ。ね、うん。うん。車が壊れちゃうんじゃないかってなっちゃうもんね、あれね。ね、あれすんごい強く閉めるしてるけど。そう。そんな不平不満があるのに。ラジオネーム MC ペッチャン、小木明さん、小本さん、こんばんは。なんで電車って24時間走ってないんですか？ 24 時間だったら便利だなと思います。よーって。無理やり最後？よーっていうのが YO で。確かに。バスは一回そんな話あったよね、24時間。あった。東京で。あれ、まあれやってんだっけ、まだ。その話なくなってないのかな。渋谷六本木だけ？渋谷、六本木で遊んでて、うん、渋谷まで行ったところでだよな、でも。うん、それは、住宅の方行かないと、もっと。電車24時間やっちゃったら、だってもうタクシーがほら、
タクシーはもうちょっと無理ね。うん。難しくなるね。うん。それにどうなの？やっぱヤンキーとかも増えてくの？24時間。だから終電で帰りますっていう逃げが、まあ女性はね。できなくなるから女の人にとっては。あれなんじゃない？実は終電があった方がいいんじゃない？そうだね。逃げのためのためだからね。いいきっかけにはなんねん、帰る。そうね。ね。そうだよ。だから24時間ない方が、みんなそれを考えて24時間じゃないんだな、じゃあ。まあ、いろんなね。そうだよ。あると思うけど、24時間走ってたら。嫌だよ、そりゃ。嫌だと思う、俺も。嫌だよね。そうだよ。夜遅くで仕事終わった人も宅建が出ないんでしょ、だからそういうサラリーマンとかもさ。そうだ。ね。うん、そんな最悪じゃん、電車2階なんての中に。あ、ダメだよ。そうだ。うん。ラジオネーム日本語ラップ。僕の不平不満は、なぜイケメンは下ネタ言っても女の子に惹かれないんでしょうか、と。まあ別に、ブサイクでも惹かれないんでしょう、そこは。イケメンはだってほらやっぱなんだセーフだから。イケメンね、うん。それは女性があれでしょ。イケメンと別にしてもいいと思ってるから、うん、下ネタがいいわけだもんね。うん、そうはね、うん。うん。だって引いたらそのイケメンに切られると思うから引かないんじゃない。そうでしょう。やっぱ合わせに行くのが好かれたいってことだもんね。うん。うんうん、でも、うん、ラジオネーム日本語ラップの不平不満はイケメンだけが下ネタ許されるのはずるいと。まあ、いろんな不平不満はやっぱり。そうね。集めていかなきゃいけないから。うん。ラジオネーム、たりき本願寺の子。小木さん、矢作さん、小木さん、リズムスター、コモテさん、コモ。リズムスターなんだね、コモテさんね。そうだったんですね。ね。不平不満ということですが、僕は、童貞と処女の価値が、等価じゃないことに納得がいきません。何、何、何か対等じゃない。対等じゃない。ああ。うん。童貞はマイナス、一方の処女はむしろプラス。納得がいかないです。でも全然プラスじゃないけど、俺、処女は。前からよくラジオでも言ってるけど。マイナスだよね。あ、そう。うん。童貞のがプラスだよね。へー。のイメージない？なんか、童貞のがプラス。いや、でも一般的にはやっぱり、一般的に童貞でマイナスですか？か、なんか偉、だって偉くない？男の人が童貞ってどうですかって言われて、うん、男の人は童貞じゃない方がいいって女の人は多分多いけど、うん、女の人は、やっぱり、若い時に付き合うと処女の方がいいってなんじゃないの？いい歳してっていうのは両方ダメだよ。まあね、なるなる。若い時よ。うん、若いのね、じゃあこの人ね、多分ね。そうでしょ？学生なのかな、うん、いやでもほら男だってさ、うん、まあお店とかあるじゃないそういうプロ、うんうん、まああれも童貞してたことなんでしょプロでも、うん、でそういうとこも行かない。